ブライダルフェスタどうしようやっぱり少しでもリフレッシュしてほしいし今度よいさきさんのところに行ったとき聞いてみようかなふなちふなちやっフ,フーリンちゃんこんな時間にどうしたのさっきね ふなっちがくれたファッション誌見てたんだ。それにめっちゃ感動しちゃったから、お礼を言いたくて。いつも、さっきが見せてくれるのとは違った洋服が乗ってて面白かったよ。ほんと、ありがとう。<laughs> そうだったんだ。気に入ってもらえて嬉しいな。うん。特に、ウエディングドレスの特集ページ。どれも、 フリフリキラキラで可愛くて憧れちゃったそういえば今月はブライダルの特集だったっけチャペルの写真もあって綺麗だったよねそうそうドレスもチャペルもキラキラしててなんかおとぎ話の中って感じおとぎ話確かにそうだねお姫様が着てるドレスみたいで 私もちょっと憧れちゃうなわかる私も着てみたいそれに結婚式ってさ大切な人とずっと一緒にいますって約束するんだよね <laughs> 幸せな時だけじゃなくて辛い時も苦しい時も相手のために心を尽くして ずっとそばにいるって約束するんだよ心を尽くしてそれってやっぱりすっごい素敵なイベントだね <laughs> そうだね <laughs> それならリンちゃんも行かない友達にブライダルフェスタっていうイベントのチケットをもらったの ドレスの展示とかファッションショーとか他にもいろんなブースがあるみたいへえ楽しそう行きたい行きたい絶対行きたいそれじゃありんちゃんも一緒に見て回ろうねあでも他に人が来るかもしれないからその時はこっそり見てもらうことになっちゃうと思うけどそれでもいいかな 全然平気でも一緒に行くのはミッチー達じゃないのうんイベントの日はみんな予定があってだから今別の人を誘おうか考えてたところだったんだへえそうなんだどんな人なのえっとヨいさきかなでさんっていう私がアルバイトで家事のお手伝いをしているお家の人なんだ 私より一つ年上なんだけどすごく優しい人でいつも誰かのために頑張ってるんだよ誰かのためにかー素敵な人なんだねうん <laughs> だけどちょっと頑張りすぎちゃうところもあって少し心配なんだだから たまには楽しいイベントで気分転換してもらえたらなーって思ったんだけどよいさきさんはブライダルイベントは興味ないと思うし無理に誘うのもなーってそっかうーんでもそれなら私は誘った方がいいって思うなえ ほナッチはその人のことが心配で元気になってほしいって思ってるんでしょあたしそういう気持ちはすっごく素敵だって思うしソメにホントに興味ないかどうかだって聞いてみないと分かんないじゃんそれは確かにそうだけど結晶でしょ,でしょだから誘ってみようよあっソメと。 誘ってみてちょっとなーって言われても、もう一押ししてみるといいかもよ。よえ。でもそれはさすがに迷惑なんじゃ。うーん、まあ本当に嫌だって言ってる時に誘うのはダメだと思うけど、悩んでる感じなら押した方がいい時もあるよ。私もねカイトミーとかが下にで悩んじゃってる時気分転換。しよ。 って遊びに誘うことがあるんだけど今は「ちょっと」って言われることが多いんだでも「お願い」って言って引っ張っていくと帰える頃には結構すっきりしてたりするんだよそうなんだそうそうだからたまには大ういに行く方がいいって時もあるって思うんだ そうかもしれないね。ありがとう凛ちゃん。私誘ってみるね。うん。頑張ってほなち。それじゃあ。 今日もよろしくね、望月さん。私は部屋に戻ってるけど、何かあったらいつでも声かけてくれていいから。はい。あ、でもその前に少し、お話ししたいことがあるんですけど、いいですかどうしたのえっと、実は友達から、 フェニックスブライダルフェスタっていうイベントのチケットをもらったんです結婚式のイベントで会場の中にドレスの展示場やアクセサリーショップだったりブライダル関連のいろんなブースがあるんだそうですそれでそのもしよければなんですけど 一緒に行きませんか私とははいこういうイベントはユイザ崎さんの好みじゃないかもしれないんですけどでも少しでもリフレッシュしてもらえたらなってあっ、ね、そっかありがとう気にしてくれてたんだね 私が勝手に心配してただけですしでもそのもしよければ <laughs> うんどうしようかな誘ってくれるのは嬉しいけど <laughs> あっソメと誘ってみて ちょっとなーって言われても、もう一押ししてみるといいかもよ。あたしもね、カイトミーとかが一人にで悩んじゃってる時、気分転換しようって遊びに誘うことがあるんだけど、今はちょっとって言われることが多いんだ。でも、お願いって言って引っ張っていくと、帰る頃には結構すっきりしてたりするんだよ。 あの、きっと楽しいと思います。えっと、覚えてますか前に私がアジサイを買ってきた時、ヨいサさんが気に入って部屋に置いてくれて。うん。すごく綺麗だったね。家の中が明るくなった気がしたよ。あ,ありがとうございます。 イベントでは、いろんな花を使ったブーケも見れるらしいんです。もしかしたら、他にも良いさきさんが気に入るお花があるかもしれません。それに、そうだ、結婚式場の中を見れたりもするそうですよ。で、て、あ、そ、そういうのはあまり興味ないですよね。だ、だけど、他にもたくさんブースがあって、 きれいなアクセサリーとかもいろいろあるみたいなのできっと見てるだけでも楽しくなれると思うんですだからあすすみません強引でしたねでもそのきっと楽しいと思うので一緒にどうでしょうか <laughs> 分かった望月さんがそう言うなら行ってみようかなえ確かに気分転換も大事だよねそれに望月さんがくれたみたいな綺麗な花があるなら見てみたいしうありがとうございますよかった それでは、今週の日曜日とか、どうですかうん。特に予定はなかったし、大丈夫だと思うよ。はい。<laughs> 楽しみですね。そうだ、このチケット、3人まで入れるみたいなので、もし他に興味がありそうな人がいたら、声をかけていただいて大丈夫ですよ。そうなんだ。 それなら一人誘わせてもらおうかな。ウェディングドレスとか好きそうな子がいるんだ。はい、ぜひ。日曜日、よろしくお願いしますね。よかった。普段、私がヨイサキさんのためにできることはあまりないけど。でも、 せっかく来てくれるんだから、イベントの日は楽しんでもらえるように頑張りたいな。